親愛なるギルベルト少佐、また今日も少佐のことを思い出してしまいました。あなたは私をそばに置き、何もできない私に生きる術を教えてくださり、そして私に初めて心から愛してる、愛してる、その言葉を与えてくださった。その人死んじゃったの？私はどこかで生きていらっしゃると信じております。なくしたものは大きいな。お前も俺も結局のところあいつは俺の弟だからな。はい。この字まだ確認したわけじゃない。もしかしたら違うかもしれない。ギルベルト少佐のことが何か分かったのですか？バイオネットちゃんが生きていることは知ってたのか？だったらなぜ会いに来てやらなかったんだ？少佐！少佐にお目にかかれるまでここで待ちます。死んだんだ。ギルベルト・ブーゲンビリアは死んだんだ。帰ってくれ。私は少佐に会いたいです。私があの子を不幸にしたんだ。帰るところがあるのなら帰った方がいい。もっと急いでよ。分かってるって。少佐が愛してると言ってくださったことが私の生きていく道しるべになりました。あなたの声が道しるべ。これが少佐に宛てて書く最後の手紙です。